マジで腹が気になる。そう思ったみんなは今回の動画を一緒にやろう。人は生まれてすぐお腹周りを鍛え始めるんだよね。今体型が崩れてるみんなはまたお腹周りから鍛える必要がある。そうすることで気になる胸、背中、腰、太もも、お尻、そういったところも自然と変わってくるんよ。だからお腹周りを鍛える必要がある。だけどできるメニュー、できないメニューあるよね。だから今回はできるだけ精一杯自分のペースでいいから最後まで頑張ってほしい。おすすめなメニュー全部紹介していく。レッツゴー。まずは寝た状態で膝を持って体を起こした状態で足を抱えていこう。しゃあ頑張っていくよ。マイペースでいいよ。しっかり吐きながら行こう。最後までやったら自信もつくし達成感があるけど頑張っていこう。辛いのはみんな一緒。マイペースでいけね。最後までやるのが目標。最後までやるのが目的やけんね。上げたらゆっくり下げて持ち上げよう。できる人は起きたまま。首が疲れるんなら寝たまんまでもいいよ。お腹しっかり力入れていこう。膝下の力少し抜いて、できれば腰を床につける感じでやってみて。難しかったら初めのうちは意識せんくていいよ。最後まで頑張るのが目的。気を止めないように頑張ってね。できるだけももの力抜いてお腹の力で足を持ち上げる感じでやっていこう。膝曲げた状態で左右に振るよ。動きを速く。お腹に力入れたまんま足を動かす感じよ。上半身があんまりついていかんように頑張ってね。これ頑張ったらウエストしっかりくびれてくるよ。周りが引き締まれば見た目がすごい変わって見えるけん頑張ろう。息を止めないように注意してね。手でしっかり踏ん張って交互に足上げていくよ。できる人は起きたまま高く足上げて、ももを胸につけるイメージで。もも裏硬い人は少し膝を上げていいよ。腰床つけて息吐きながら足抱えて。お腹の力がついてくればお腹周りしっかりスッキリするよ。かっこいいスタイルになってくるよ。両足上げて下ろしたらキープ。足の反動で体を起こして少し止まってみて。息は止めないように注意だよ。手を伸ばしてバランス取りながらお腹の力入れてね。だんだんお腹が疲れてきても気にしない。お腹が引き締まっていく証拠だよ。しっかり吐いていこう。中は全然疲れてない。まだまだいけるはず。はい、片足曲げて体を起こすよ。このメニューは結構きついからマイペースでいいからね。脇を締めながら頭を起こさないように自然と背中を丸めるイメージでやっていこう。もしお腹が疲れてたら首だけ丸くなってしまうけど、手の力を抜いてお腹の力を意識しよう。脇をしっかり広げてたら首に力入んないからやりやすいよ。OK、 頭を上げる。みんな辛いよ、頑張ろう。さあ反対も頑張っていこう。無理に体を起こさなくてもいいよ。お腹に少し力が入れば戻ればいいからね。脇を締めないようにだけ意識して、頭だけ起こしてしまうと首痛める原因になるから、できるだけお腹に力入れて肘を開いたままで
ら残してみて。今度は万歳。よっしゃ、頑張っていこう。足を伸ばせば負荷が上がるから、もし辛かったら少し膝曲げていいよ。でだんだん体がねずれていくことあるから、その場合は万歳じゃなくて手を下についてみて。お尻の下でもいいよ。やりやすいようにやってみて。まずは最後までやること、お腹を使い続けること、これが大事だからね。頑張っていこう。今度は膝持って転がるよ。腰背中をしっかり丸めたらね上手に転がれるんだけど、もし難しかったらね自分のやり方でいいよ。まずは最後までやることが大事。お腹に力が入ればね使い方分かってくるけん、まずはお腹をずっと使い続けること、息を止めないこと、これが大事。だんだんお腹変わるけん頑張っていこう。 OK、 あと少しだよ。膝曲げて起きたら手を振る。よっしゃ頑張って、あと少しで終わるよ。息長く吐いて手を振って頑張って頑張って。ちょっと辛いかもしれないけど気にしない、みんなならできる、絶対できる。タートルの YouTube 見ていっぱいやってるでしょ、だったらできる。サボってる人はきついかもしんないけど、頑張ってる人なら必ずできる。もうあとちょっとだよ、あと5秒ですよ、あと5秒。よし、はい、5 4 3 2 1。 OK、 今度は膝をねパカッと開いたまま万歳から起きる。さあラスト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 、この種目がラスト。息吐きながらしっかり起き上がっていこう。腰を床につけながら息吐いて、しっかり遠くを見ながら手を伸ばしてみて。膝パカッと開いたままでお腹だけの力を頼って体を起こしてみて。首が疲れないようにしっかり下を向いて顎を引いて背中から丸めるようにやっていこう。3 2 1。オッケー、続けたらマジで腹回り変わるけん、やったらコメントで教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。